なるほど。こちら、これは軽トラックですね。軽トラックですね。あ、先ほど、お父様が今軽トラックを乗られていたってお聞きしてたので、はい、こういった軽トラックもまたいいのかなと思いまして。なんか一応うちのお父さんが、まあ、畑とかもよく行ったりしてて、はい、ずっと軽トラック乗ってるんですよ。あ、そうなんですね。なの で今も車検も切れて、もうちょうど1ヶ月も経たないぐらい切れたのかな。なんか軽トラに見えないような顔をしてますね、うんうん、かっこいいですね。しかも軽トラって白とかのイメージがあるんだけど、この辺って黒とかおしゃれな色多いんです？そうですね、結構色のバリエーションも増えておりまして、結構黒にされる方ですとか、ちょっとグレード違うものですとオレンジ色の軽トラとか、なるほど。どうなんですか、軽トラ買う人ってまたやっぱ軽トラ買ったりします？軽トラ買う人は軽トラ買います。あー、絶対に、はい、ちょっと見るか。もうかっこいいね、まあ、軽トラ軽トラだね。まあこんな感じで、自分も今まであの軽トラ乗ったことないんだけど、なんか荷物運べるのはすごい魅力的だなって本当に思っていた。ちょっと中も見ていいですか？はい、もちろんです。よっしゃ、あ、ピピ言ってる。ちょ、肩抜いちゃいました。いいですか、ピピ。おお、なるほど。ケトラ初めて乗ったかもしれん。まあ、思ったよりはなんか広いかなってイメージは持たれるかと思います。で、ちょっと思ったのは、軽トラってミッションじゃないんですね。最近はもうオートマの軽トラックも増えてますし、また自動安全ブレーキ装置等もついている軽トラックも増えております。お父さん喜びそうだね。でもロッキーチラチラ映ってるんじゃない？正面に。ロッキーはまあ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 いいんじゃないですか。お父さんも喜ぶ。これちょっと広くなってるんですか、もしかして？若干広くなってるかなと思います。狭いイメージがめちゃくちゃあるんだけど、広いな、この軽トラ。若干ワイドな感じもするし、普通にかっこよかった。最後ですね、はい、結構お客様の中でも人気のあるスペーシアをご用意しました。スペーシアよく聞くけど、僕も実際見るのは初めて。ここからでも分かると思うんだけど、空間広いんだよ。これで軽自動車なんですもんね。これで軽自動車です。実用性って意味では一番これ良くないですか？結構いいかなと思います。荷物も入るし、はい、ハイブリッドなんですかそれ？おお、ハイブリッドになる。じゃあ燃費は当たり前にいいです。うわー、ほほー、広っ、天井高っ。これは空調？クーラー？そうですね、サーキュレーターついておりまして、後ろの座られても冷気いくようになっております。後ろの方でも快適に過ごせるように。何ない、マジで？すげえ、本当にすげえ。これ何がすごいの？これなんかこれだぜ、多分空気出る。これそうですね、こっちがどちらかというと風向きを調節しておりまして。やべえ、そういうこと。はい、やばない、この天井の高さ。重さがちっちゃく見える。もともとそれ大きい人に使う言葉だよね。ぐらい大きく大きいし、なんていうかな、車内が困ってるやん。困ってるやん、自分今いろいろ閉まった感で困ってるやん。いやでもこれ本当に全然身長高い人でもいけるよね。運転した感じもやっぱり大きい感じします？実際軽自動車って幅と長さはもうほとんど一緒なんですよ、全部、うん、どの車でも。比較サイズが決められてるので。なるほど。変わるのは本当に高さだけ。マジで？そうなるので慣れだとは思いますが、そんなに変わらないんだ、普通の、はい、あ、そうなんだ。軽自動車、軽自動車乗られてる方だったら運転しづらいとかはあまりないかなとは思います。スライドドアになってますので、うん、はいはい、このお年寄りの方とか小さいお子様、え、これスライド？はい、乗り降りがすごく楽になっております。うわっ、え、スライドやって、え、マジで、はい、すごっ。え、軽自動車に見えないな、これ。いいね、見て、ほら乗り降りすごいもん、ほら。もう一回、もう一回、ほらほら。何が言いたい？何が言いたい？スムーズでした。これでちなみになんか運転とかできるんですかね？そうですね、こちらは、はい、運転することは可能です。今乗っても、はい、大丈夫。あ、いいっすか、はい、ちょっと乗ってみよう。乗ってみよう。乗りましょう。出発します。
広いなこれ。うわ、あ、意外に乗り心地もいいな。じゃあ、かかるさんの家行きますか。ですよちょっと距離ありますね。ちょっと距離ありますねかかるさん、ちなみになんか趣味とかって、はい、どんな趣味を。プロレス見るのが好きです。プロレス見るのが好き。はい。意外、意外。よくツイッターとかでね、くるくる回るんだよ。ほう。くるくる回って、くるくる攻撃するんだよ人間離れした。あの、そんな感じですよね。そんな感じです。本当ですか。そんな感じです。大丈夫ですか。ざっと結構燃費もいいんですかね。そうですね。燃費の方がこちらなくてもごめんなさい。リッターで約今のところ30ですが、35ぐらい。うわ、はい、ほんまや。エコですね。はい。ありだけどやっぱ俺ロッキー気になるな。ロッキーいい車やな。これどっちに止めたらいいですかね。先ほどの場所は止められてるんですね。気になってますね。もう結構うまく一気に行きましたね。あの青いところ、青いところに、はい。いやー、今収容してきて、まあなんとなくね、あの、まあ、決まってきてますってことでね、決めました。いろいろ決めた結果、買う車はお分かりだよね。じゃん、こちらです。軽トラです。おめでとうございます。はい。いや、やっぱり軽トラック買う人って次軽トラック買いますかって言ったら買いますって言ったんだよ。やっぱりなんか自分もそんな感じして、軽トラ乗ってる人本当に軽トラ買うし、荷物も乗るし、でまた畑とかそういうのもやってるし、そういう面とやっぱりいいんじゃないかなって自分も思って、今回ねやっぱ目的がね、俺も揺られそうになったんだよ。これ乗れば楽しいなって思ったけど、目的がお父さんへのプレゼントなんで、やっぱ絶対こっちがいいっすよね。こっちがいいですねやっぱり乗りやすいです。乗りやすいし、はい、まあ、多分喜ぶと思う。ちょっとなんかいろいろオプションちょっと見てくる、どういうのがあるか、いろいろねアドバイスもらいながら、ね、じゃあちょっと手続きの方お願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ちょっと今ねいろいろねオプション、車のオプションも選びました。いや楽しみだな。はい、ちょっとお願いします。よろしくお願いします。お車なんですけれども、はい、先ほどちょっとパッて見られてて思われたと思うんですが、うん、オーディオのところ穴開いてたのって見られました。見ました見ました。開いてますですね。そうなんですよ、開いたと思って、うん、全てオプションになってしまうんですね。なるほど、はい、はいはいはい。なのでそのまあなんかおすすめってあるんで、そうですね、一応弊社の方でもこういったオプション、うん、おー、はいはい、取り扱っておりまして、はいはいはい、例えばですと、うん、フルセグナビの方だと月々800円、うん、はい、いやナビ使わないけど、うん、DVD 見たいなっていう方でしたら、うん、DVD チューナー、まあ、こちら月々だと200円。ほう。でその他にもうラジオと CD 聴けたら大丈夫だよっていう方々にも CD チューナーというのを取り扱っておりまして、こちらも月々200円となっております。その他にもバックカメラ、まあ、トラック必要ないです、うん、とか ETC とか、はいはい、最近流行りのドライブレコーダーですとか。え、これめっちゃ安ない？はい、月々だと結構安めに抑えきれるかなとえ、200円って中枢やん。ちなみにじゃあちょっと おすすめというか、おすすめどれがいいですかね。そうです、先ほど、うん、お父様にお車買ってあげたいというお話だったので、うん、はい、お父様ナビって使われます？軽トラックで遠くとかは行かないと思うんですよ、はいはい、そうですね、はい、もうだとするとこういった DVD 中なのか CD 中なのかと思われるんですが、多分ここでいいんじゃないかなってちょっと。なるほど、こちらですね、はい、ちなみにこの CD 中な、うん、ラジオ聞けますし、お CD も聞けます。なるほど。その他にも Bluetooth つなげることもできますので、結構使い勝手はいいかなと。いいね、まあ、ラジオ絶対鉄板だもんね。で、はい、CD も使えるんだったらいいかな、はい、Bluetooth お父さん使わせます。ありがとうございます、はい、それとですね、うん、今新車のお客様にこういった弊社のパック商品をお勧めさせていただいておりまして、うん、はい、先ほど見られたトラックですと、うん、バイザーがついてたんですが、ああ、はいはい、ああいったものも全てオプションになるんですね。なるほど。なのでこういったまずバイザーマットをつけますよということ、うんうん、サビ止めアンダーコート、ああ、はい、大切や。
大切です、うん、沖縄だと特に大切です、ね、大切やこれは、はい、施工させていただいているのと、うん、またお車の方にもコーティングさせていただいておりまして、うん、撥水加工あります、はい、で耐久性も抜群にあります、うん、グラスネオコーティング、うんうんうん、で最後ここからちょっとこちら自体がお客様の声を集めたものになってるんですけど、はいはい、結構多かったのが、うん、車検って含まれてないのっていう声。なるほど。初回の車検含まれております。おお、3年後ってことですか。3年後、軽トラックの方ですと2年後の。あ、そうなんだ、はい、なるほど。え、それ車検込みで、はい、いうプランもできるってこと。そうですね。ただちょっとお願いしてるものが、うん、はいはい、法定費用はどうしてもかかってしまうので、うん、あ、なるほど、うん、なので法定費用の料金だけ持ってきていただけたら、うん、もう初回の車検が受けることができます。こちら初回車検までの、うん、メンテナンスパックとなっておりまして、うんうん、納車後からの1ヶ月点検、うん、半年点検という順にオイル交換と通常の点検を行っております。こちらで月々1800円。だからそのさっきのなんちゃら以外はもうそれ払ってればタダでいけるって。そうですね、もう持ってきていただけたら。本当に、はい、これもちょっとじゃあお願いしたいです。はい、承知いたしました。じゃあ先ほどのパックと、はい、この CD チューナーとをつけた金額、はい、でいきますと、うん、月々が約13,400円という。安い。月々？月々です。携帯より安いよ。携帯より安い。ちょっと待ってくれ。ちなみに頭金もボーナスもゼロの価格となっております。そんな買いやすくなった？車って。もう1台買う？いや買わない買わない買わないから。いやもう1台いらないから。トラック2台。いやトラック2台いらないでしょ絶対。絶対いらないでしょ。いやでも安い。13,000円。13,400円ですね。に税。いや税込みです。税込みで。税込みでです。マジで。はい。ありがとうございます。え、これであの何、僕価格じゃなくてみんなにこれこのいけやってるんですか。そうです、皆さんに。マジで。同じような価格でやらせていただいております。じゃあちょっとそれでお願いします。はい。マジで。ありがとうございます。だいぶ、いやこちらありがとうございます。じゃあもうこれで手続きっていうのは。終わりなんですか。そうですね、本日の手続きといたしましては、うん、あとは契約書を作成するので、はい、契約書の方にサイン。なるほど。いやなんか車屋で久々に新車を買ったなってちょっとまた気になる車も何台かあるし、これからも利用させていただきたいと思います。お願いします。お願いいたします。次はロッキーお願いいたします。ロッキー行っちゃいますか。結構ね、本当に良かったのと、うん、あの見てる人みんなマジにしちゃうから、ここはちゃんと慎重にね行きますってことで、今回は無事に車も買うことができました。いやでもプロの方に聞くのって絶対できたね、俺本当に思ったわ。なので皆さんもぜひね、車買う方ね、車屋さんにぜひね近くのでもいいし、もしくはここ沖縄だったらね本当におすすめなんで、結構県内トップ本当に やってるみたいだから、ぜひ皆様足を運んでみてください。はい、あとは車待つだけだね。はい、はい、ではですね、この動画がね面白かったらですね、ぜひね高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また下のねアラームボタンチェックとインスタツイッターやってるんで、ぜひねフォローの方もお願いします。また配信します。会長さん、バイバイ。